ダークソウルリマスター、ここはウラシル市街からずっと降りてきて深淵の穴の底のボスの霧の前なんですけれども、ここにまあ深淵の主マヌスというのがいるそうなんですよ。まあ初挑戦です。それでね、中にボスエリアの中で狼の主婦が召喚できるそうなんだけど、どうなるんでしょうか。闇、うわ、闇魔法だよね、どう見ても。だから一応魔法防御の指輪をつけてきたんだけど、闇魔法って普通の魔法防御でいいんでしたっけ。うわー、あの赤い目、うわー、角多すぎじゃないですかね。深淵の主マヌス、うおー、黒い闇魔法か。え、ちょっと待って、どこに主婦がいるんですか。このエリアのどっかにいるって書いてあったんだけど、うわ、死んでしまう。あ、あそこにサインが見える、あそこじゃん。ちょっと待ってよ、これはこれ防御しながら行った方がいい。この受け地の高い、うわ、カモンシフ、カモン、カモンシフ、え、来た、あ、来た来た来た、よっしゃー。あれ、ちょっとなんかちょっと小さくなってないですか、シフ。わしと昔戦った時はもっと大きかっただろう。よし、行け行け、お前は近接攻撃でヘイトを稼げ。うわ、これ面白いな、あれみたいだね、犬と一緒に戦うって、銀が流れ星銀みたいな。うわ、死ぬ死ぬ、死んでしまう。ちょっと物理攻撃も激しいっすよ。絶天狼抜刀牙だっけ。ちょっと必殺技やってくれ、シフ。ちょっと厳しいな、股の間を抜けてしまう。うわ、死ぬ、ちょっと、あー、闇魔法、うわ、これもまずいわ、これ食らったら死んでしまうわ。ちょっとシフの攻撃当たってんのかな。あー、これまずい、これまずい、これまずい、ホーミングしてくるだと。シフは様子を伺っているって感じだな。いけ、シフ、あー、これまずい、これまずいよ。チャンスチャンス、うわ、シフ、やばい、何、ホーミングしてくる、危ねえ。うわ、これはちょっとヘルカイトと戦ってる時思い出すな。よし、シフ、お前を何としても、お前を何としても生存させる。クソクソ、叩きつけられた。シフ、ダメージ与えてる。
よし、シフの方に注意がいってる。チャンスだ。行けシフ、アルトリウスの仇を取るんだ。うわうわ、こんなとこまで来て死にたくねえ。よし、いいぞシフ、いいぞシフ、いいいいおとりになっている。よっしゃー、やったなシフ。ちょっとだいぶ縮んでないですかねシフ。深淵の主マヌスのソウルと人間性10も手に入れました。やったー、1回で勝ちました。それでは失礼しますね。ご視聴ありがとうございました。あ、結局呪術持ってきたのに、呪術結局使わなかった。混沌の大火球とか持ってきたのに。